はい、だけで今回はお久しぶりですね。メンデル川崎店808イズムさんにお邪魔しております。今回はすごくない？このボリューミーすごい彩りでさ、めっちゃ綺麗なの。あとこういうトッピング類もいろいろいただいてます。卵を5つもいただいちゃってるので、こういうのも使いながら、まあ、ただ50分以内に完食できたらいいなっていう感じで、味わいつつなるべく早く食べ終れるように今回私は挑んでいきたいと思います。かわいいよね、ここあと、じゃあ、いただきます。スープを飲みたいスープか。あキクラゲ、おっきい、すごい。なんかお蕎麦屋さんで食べるカレーうどんのスープをラーメン風にアレンジしたっていう感じ。めっちゃ美味しい。来た。よいしょ。ゆきゆきしい。めっちゃ久しぶりやから、なんかちょっと緊張してる。見た目以上にあっさり食べれるかも。よいしょ。うん。ポキポキまではいかないけど、でもしっかりこう噛み応えもあるっていうか、すごいおいしい。カレーラーメンとか食べたことあるんだけど、新しい感じ、めっちゃくちゃ美味しい。うずら、うん、うん、このさ、蓋が一本炙られとるんよ。すごくない？プルプル加減が伝わるかな。見てね。ほら。こんなほぐれる。飲めちゃう。よいしょ。めっちゃ大きい油出てきた。すごい。白いキクラゲみたい。
これね、キクラゲトッピングめっちゃ合う。食感も美味しいしね。連麺で連なってる。このすごい、それが製麺機。なんかね、この豚はね、本当にすごい、なんか普通にみんな1本食べれる気がする。これは本当にそれぐらいね、柔らかいし食べやすいし美味しい。半混ぜぐらいがいい。よいしょ。やっぱりね、卵は最高に合うね。よいしょ。よいしょ、ネギも入れて。よいしょ。ね、めっちゃいいよこれ。なんて言うんだろうね、ラーメンと白米食べたくなるじゃん。ラーメンとね、親子丼とか食べたい。これニンニクも絶対いいよこれ。合う、めっちゃ美味しい。またいた。いや、こ
この味玉すごいよね、このトロトロ。ね、この海苔ももらっちゃう。この海苔めっちゃ美味しいよ。あ、またいた。レモン。海苔全部入れちゃう。この海苔さ、すっごい合うんやけど。なんか海苔自体もこう風味があって美味しいんだけど、その海苔にさ、こうスープが感じに絡みついてさ、あ、いい香り。よいしょ。あ、おいしい。今日曇りだしね、店内もすごい涼しいんで、私がおかしいんだよ。
ごちそうさまでした。あ、めっちゃお腹いっぱい。ごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃ美味しかった。ただめっちゃお腹いっぱい。なんか最近食べた7キロと同じぐらいの胃の張り方してる。すごい美味しかったです。で、あとおすすめは豚を食べていただきたいし、味玉もすごい美味しいし、生卵をつけて食べるのもすごいおすすめです。あ、目痛い。あ、汗かいた。よいしょ。よいしょ。よいしょ。